はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はですね、普段実況はもうあまりしていないんですが、パワープロアプリからモンストコラボのダンジョン高校の上級攻略をちょっとだけね、単発でやっていきたいなというふうに思っています。というのも結構手こずったのでね、まだクリアしてない方の少しでも参考になればというところで早速やっていきたいんですが、まずパーティーの編成はですね、ガード3人にレンジャー1人という編成にしています。でガードはヒットポイント重視で、まあ、レンジャーに関してはスピード要因で、特に上級は攻撃力が強いし、ボスのクイーンバタフライは全体攻撃とかも使ってくるので、スピードの速いレンジャーで、まあ、回復を、まあ、追いつかせるという要因で入れています。でパーティーはですね、主人公とあとマー君、ウラーが、それにライチというところで、先ほどお話したようにガード3人でレンジャー1人という構成にしています。このあたりはね、主人公ガードは火力要因でデンジャラス刀で切り込む要因、まあ、ヒットポイントも539というところですね。でマー君に関してはですね、まあ、同じガードでデンジャラス刀をつけてるんですが、忍び足をレベル9つけてまして、まあ、これで、煙幕要因ですね、煙幕を少しでも節約できればというところです。裏側、二刀流で火力も期待できる、かつスピード要因というところにしています。でライチもデンジャラス刀を持たせて、まあ、火力も担当してもらうという形にしています。まあ、特にですね、マー君の忍び足に関しては、まあ、上級でボスにたどり着くまでに戦闘をあまり数多くこなしていると体力削られるので、煙幕を使わなきゃいけないんですけど、煙幕を持っていきすぎると回復薬がね、減ってしまうので、まあ、先制攻撃できる状態で逃げられるようにということで忍び足をつけています。であと、裏側にはアームブレイクのついている武器を持たせるというところですね。ではこれで早速上級の方、プレイしていきましょう。でとにかくですね、上級戦闘しているとあっという間に体力削られるので、まあ、煙幕を使って逃げるか、先ほどお話したように運が良ければマー君の忍び足からの先制攻撃で、速攻逃げるというのがね、いいかなと思います。とはいえ、実は今回最後までご覧いただければ致命なんですが、マークの忍び足があまり効果を発揮せずですね、先制攻撃から即逃げの煙幕節約がちょっとね、機能しなかったんですが、まあ、結果的にはですね、まあ戦闘は1回だけですんで、あとはうまい具合に回復マスとイベントマス興奮だという形ですね。でその他は煙幕で逃げると。でこの時もですね、スピードが、行動の順番が遅いと攻撃を食らってから煙幕を投げることになるんで、まあ、1人はですねスピード要因を入れておいた方が煙幕を使って逃げやすいかなというふうに思います。ここも煙幕でさっと逃げる形ですね。ここは戦闘してますね。あ、ちなみにですね、今回これは後から実況の方はつけてますんで、そこはご了承だけいただければと思います。で最後は回復幕を踏んで、クイーンバタフライ戦に挑むという形です。で中級からはですね、このクイーンバタフライ戦の時のシールドンが2体出てきますんで、まず先にシールドンをね、狙っておくのがいいのかなというところと、あとクイーンバタフライ全体攻撃、打ってくるので念のため、クイーンバタフライの攻撃終わりで回復スプレーを噴射しとくっていうのがね、いいかなと思います。これで余裕を持って攻略できるかなというところですね。
で1ターン目でシールドン1体倒したら2ターン目で2体目のシールドンに攻撃を集中させると。でここでも念のために回復スプレーを一応吹いておくというところで、まあ攻略にね余裕を持たせるというところにしています。でここでシールドンの2体目も倒して、ここからクイーンバタフライなんですが、アームブレイク狙いですね。ここでアームブレイクが決まればもうほぼほぼ間違いないかなということなので、しつこくアームブレイクを狙っていくと。でアームブレイクが決まったらもうあとはね、ゴリ押しで攻略できるかなというところになります。最初実は僕はですね、スナイパーを3体入れたりしていたんですけど、どうにもやっぱりクイーンバタフライの全体攻撃に耐えられなくてですね、死んでいってしまうので、まあ、ガードを入れておくっていうのがね、多めに入れておくっていうのが攻略の近道になるんじゃないかなというふうに思います。で、初回上級クリアだとですね、ここで SR のクイーンバタフライが、クイーンバタフライがもらえるので、まあ、上級まだクリアしてないよっていう方はですね、まあ、ぜひぜひ、上級のモンスト攻略していただければなというふうに思います。というわけで今回は、まあ、単発パワープルアプリの実況でした。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。